出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。本日は町屋、今日の町屋カフェ月の花に来ています。金子政宗、金賞を取りました熱燗いただきます。なかなかいい剥きっぷりでございます。これ剥けないんですよ、このピーラーがあんまり良くない。これ動画じゃないですか。道具は大事ですね。動画じゃないでしょ。動画ですけど。動画はダメですね。高瀬舟、森鴎外。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠投を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されること、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできる境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえで景色には見せながら無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と、特にここ涙もろい同心が採用していくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得るのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。